ブリッシュラックは、香港の競争場。主な勝ち倉は2004年香港ゴールドカップ。2005年、スチュワードカップ。2005年2006年、チャンピオンズマイル。2006年、安田記念。2001年にエールマウエズルとして、イギリスでデビュー。アスコット、ケンプトン、ドービルなどを転戦し8戦2勝を収めて、2002年に香港リッキー有給者に移籍し、 現在の名前に改名。いきなりトップクラスに編入されながらも7000一勝の成績で2002-2003年シーズンを終えた。2003-2004年シーズンからアンソニー・クルーズ旧社に天馬や、初戦の上級クラス条件戦で直後に香港マイルを制するラッキーオーナーズの2着に入りその力の一端を示した。その後同条件戦2勝などを経て、 初の当地 G1 出走となる、香港ゴールドカップに出走。エレガントファッションやボーマンズクロッシング、リバーダンサー、プレシジョンなど、当時のトップクラスホースを4コーナー最高型から、まとめて差し切るという豪快な競馬で勝利し、一躍、香港のトップホースの仲間入りを果たした。この一戦で見せた末、足があまりにも強烈だったことから、以降のレースでは、 最後方待機策を取ることになるが、これがこの馬の成績をムラなものにする一因となる。2004、2005年シーズンに入ると、地元 G3、g を、それぞれ3着した後、香港カップ2着で検討。年明け後には、スチュワードカップを優勝し、2つ目となる G1 勝ちを収める。その後、クイーンエリザベス2世カップを5着を経て、チャンピオンズマイルに出走。 無敗の18連勝がかかっていたサイレントウィットネスが直線で抜け出したところをゴール前で捉え優勝。大記録がかかっていたことに加え、二頭は同じ厩車であったことから実に複雑な心情を伴う一戦となったが、不器用と思われていたブリッシュラックが最内を縫うような器用さを見せたことは陣営にとって大きな収穫となった。予選を勝って安田記念に 初の海外遠征を観光。ここでは、後方待機策から追い込むも4着に敗れた。シーズン終了後このシーズンの最優秀マイラーを受賞。2005、2006年シーズンは、マイル路線を中心に出走。ドバイデューティーフリーへの遠征も行いながらも勝利から遠ざかっていたが、前年制したチャンピオンズマイルに出走すると、中段から鮮やかに抜け出し連覇。 一年ぶりの勝利で、古豪健在とここに来てのさらなる進化をアピールした。返す刀で、再び安田記念に参戦すると、ここでも、中団からの抜け出しで圧勝。念願の海外 G1 優勝を果たした。アジアマイルチャレンジを参戦2勝5着1回という、成績で優勝を飾るとともに、この二つの勝利が大きな要素となり、このシーズンの香港馬王に選出された。 2006-2007年シーズンに入ると、格下のレースにもかかわらず13着、6着と、不甲斐ない成績が続いていた。しかし、香港マイルでは4着に入り年度、代表馬としての力を示した。その後、香港で参戦走るもなかなか結果が残せないでいた。そして続いて挑戦したのは、世界最高賞金額を誇るドバイワールドカップ。初のダート戦に、 不安もあったが、競合相手に3着に入った。その後、チャンピオンズマイルでは8着、香港チャンピオンズチャターカップは7着と振るわず、このシーズンを終える。2007、2008年シーズンは2000連続で5着と、振るわなかったが、センテナリーバーズで久々の勝利を挙げ、続く香港金牌でも3着と、構想した。その後、ドバイへ遠征し、 ドバイデューティーフリーに出走したが、13着に終わった。続く、チャンピオンズマイルは3着、安田記念は14着だった。2008、2009年シーズンは、シャティントロフィーから主導したが9着。続く、国際カップトライアルは8着に終わった。その後、香港カップに出走し、5着となったのを最後に、現役を引退した。 2009年1月1日にスナデン競馬場で引退式が行われた。今後はオーストラリアで予選を送る。ありがとうございます。